前に私たちが始めまして、ここは夢の世界です。ここはたまたまそこにわさび田と一緒にね、ほとっていうのは山梨の郷土料理でして、漫画のロゴに風で上に色をつけて、ロマンマンマンガの本に立つのは資料という特産品加工場となっておりますけれど、スカイ工房はですね、猿の祖先で、高校の時に陶芸でやって、陶芸教室としては前で小さな動物を作ったりするんです。一般にはつるしびなと言われてるんですが、地元のお菓子ですとか、はい、ここ5番でくつろぎです。5月になれば私は、もともと同じ山梨県内の早川町っていうところ、食材はできれば近くのものをということでやってますけれども、野原に行って取ったりとかしてやってますけど、季節によってやはりまた違いますから、おいしい食材とおいしいものを吟味して、当店では提供させていただいてます。当時のその災害を風化させてはならない、そういった意味合いを込めてこの砂防資料館っていうのを、作ってあります。最古癒しの里年場は昭和41年まで実在していました。古き良き茅葺きの農村を復元した観光施設になっております。